こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出のですね、フローチャートを作ってみました。これですね、出品までのフローチャートを作ってくださいって言われて、ちょっと作ってみたんですけど、出品までね、5秒から10秒で出品すると、あなたが誰か登録してくださいと聞かれますんで、ここで5分から10分かかります。まあ、クレジットカードと電話だけあればできちゃうと。まあ、フローチャートにするのもアホらしいぐらい簡単なんですけど、まあ、なんで、フローチャートって話になるのかなって思ったら、おそらく、この質問した方は、ネットショップを作ろうとしたことがあったんじゃないかなと思いました。というのはですね、ネットショップでこれ輸出をやろうとすると、まず商品を決める。で、ショップを作る。で、集客する。で、集客でうまくいったら、まあ、カードの申請して、カードを使いをして、ショップ完成というような流れになります。まあ、なんでこうなるかというとですね、まず商品を決めるのは、この次の段階、商品決めた後にやることが結構大変なんでですね、商品を決めるところに戻ると、時間的なものと費用的なものダメージが非常に大きいんで、まあ、慎重に商品を決める、必要があるわけですね。そういうのを自分で分かるため、あるいはどこでどれぐらいの労力とお金かかるかっていうので、フローチャートを作ります。まあ、ちなみにお金とかケースバイケースでね、なんとも言えないんで、単純に時間だけ、まあ、時間もケースバイケースなんですけど、どれぐらいかかるかっていうね、まあ、商品を決めるのに、だいたい5分からですね、5年ぐらいかかります。これは冗談じゃなくて、5年以上前からネットショップ作りたいと思ってまだ持ってない方って世の中いっぱいいますんで、全然オーバーじゃなくて本当にこんなもんですね。あらかじめ売る商品が決まってれば、まあ、5分っていうかね、もうすでに決まってるから0秒かもしれませんけど。で、まあ、何しようかなっていろいろ調べて、まあ、早い方だったらね、数日から1週間で決まるかもしれないですけど、まあ、これを、まあ、多分、まあ、私がもしこの手順をやるんだったら、この2番以降が大変なんで、本当にその商品でいいのかですね。1ヶ月はかけてじっくり選びます。まあ、なぜかというと、まあ、Amazon とかと違って、その後のショップ作りとか集客が大変だからですね。で、ショップ作り。まあ、これはもともとあるね、お茶のコネットとか、カラーミーショップとかを使うのか、あるいはまっさらから作るのか、依頼するのか、自分でやるのかによってまちまちですけど、まあ、いずれにしてもね、Amazon みたく5分10分じゃ全然無理です。だいたい早い方で5日ぐらい。まあ、遅いと5年。まあ、5年続ければね、逆に言えば、どんなに飲み込み遅い人でもちゃんとできるってことなんですけど、まあ、5年ね、成果なしのものを続けるってのは普通の人できないんで、まあ、現実問題ね、1ヶ月でできるか、やめるか、どっちかでしょうね。ショップ作りでそれぐらいかかります。で、集客。で、集客もこれ、すぐにスパッと集客行くこともあれば、まあ、PPC を使うのか、ブログを使うのか、Twitter を使うのか、あるいは他の手段で行くのか、オフラインも混ぜるのかとかですね。あと、選んだ商材が何かによっていろいろ違います。まあ、いずれにしろ安定した結果がわかるまで、まあ、1ヶ月30日から5年かかると。まあ、これはね、いい素材を選んで、たくさん載せといて、このショップ作りをね、超頑張ると、集客あんまり意識しなくてもね、勝手に集客になるってこともたまーにあります。たまーにあるんですけど、ほとんどの場合は、集客しないとお客さん来ないです。で、ここでもし、集客できませんとか売れませんって判明したら、振り出しに戻って商品選びからまたスタートです。ここでね、カードの申請まで一気にやっちゃってもいいんですけど、カードの申請はね、入会金とか審査とかってめんどくさいんで、売れるって分かってからね、代引きとかね、銀行振込で売れるって分かってからカードを申請した方が、まあ、いいんじゃないのかなという形ですね。こう考えると、時間がかかるんで、初めを慎重にしなきゃいけないと。初めに慎重にしなきゃいけないから、成果が出るまで時間かかってやんなっちゃう。もうすごく再現性の低いやり方になってます。それ行くともう本当に Amazon 輸出、Amazon 使った販売っていうのは夢のようでですね。別に商品選びは適当でいいんですね。なぜなら、ショップは5分でできてますし、商品載せるのも数秒単位の話なんで、まあ、考えるんだったら売ってみた方が早いってとこになります。そんなわけで、
ね、フローチャート作ってくださいって言われて、改めて、この普通のネットショップを使ったやり方と、それと、アマゾンを使ったやり方の違い、アマゾンすげえなってのが分かりましたんで、ちょっとね、フローチャートを作るまでもなかったんですけど、作ってお知らせしてしまいました。ちなみにこれは質問した方に、解説動画としてアップするんですけど、別にギャグとかね、そういうんじゃなくて、本当にこの通りです。フローチャートを作るまでもなく、載せちゃった方が全然楽で早いんで、どんどん商品を載せていってください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。